2023年度子どもたちの心を育む活動、活動テーマ二の二商店笑顔は続くよどこまでも、受賞団体 NPO 法人ニコット秋田多機能型ケアベース二の二秋田県。二の二は重症心身障害児者、医療的ケア児、呼吸が難しいなど日常的に医療行為が必要な児童のためのデイサービス施設。施設の利用者様を愛と敬意を込めてめんこさんと呼んでいます。毎年秋にはフリーマーケット二の二商店を開催。めんこさんたちが売り子になって自分たちや家族が作った作品を販売しています。いつもはやってもらう立場が多いめんこさんたちなのですが、やったよという誇らしい表情や人の役に立てたと喜ぶ姿を見せてくれます。めんこさんの笑顔が増え、笑顔が地域に連鎖していけるようになるのが目標です。